はい、おはようございます。大阪のチャレンジテストね、1年生の数学、平成28年のやつですね、やっていきます。はい、最初の計算のところはしっかりとできるようにしていきましょう。えー、かっこ1番、マイナス7、マイナス5を計算してくださいよと。マイナス7、マイナス5っていうのは、これを2つガッチャンコしたら、借金、借金ね、ここまで言う必要あるかな、12ね、計算。 いや計算ではやったら絶対できるようになるんだからやってくださいね。次、0.9÷ マイナス4分の3と。で、0.9っていうのをまず分数にしましょう。で、割り算っていうのは掛け算に直すことができて、これ、くるっとひっくり返してください。すると、約分できて、ね。じゃあ、答えはどうなるかっていうと、マイナス5分の2、3が6と。 簡単ですね4番3番9 ÷ 3 − 1 0る2 ÷ 5を計算してねと計算するのねまず掛け算割り算っていうのを先計算しましょうねではこれ 9÷3 したらこれ答えは3になるでしょで1 0る2 ÷ 5っていうのは1 0上にあって掛け算っていうのは上に行くこれっていうのは上に行くで割り算は下に行ってくださいねと で、約分して2、マイナス4かな。2人だし。で、マイナス3、マイナス4はマイナス7。計算してマイナス7ですよ。はい。維持ですね。はい、次。かっこ4番。えー、4÷ マイナス6の2乗の、6の2乗の、マイナス6の2乗の部分は、これ間違う人多いのね。2乗っていうのは、一番近くについてるものを2回かける。それ以外の意味はありません。 ね、だから6を2回かけてるやつですね。で違う何かってよく間違えたつ。これね、2乗っていうのは一番近くにあるやつ。これでいうと、カッコなのよ。かっこね。かっこを含めた全部を2乗するよ。だからマイナス6かけるマイナス6にはなるけど、今回は6にちきしっかりついてるからね。それを間違えないようにしてください。<laughs> 次5番。<laughs> ゆうこさんは1日の経度のうのしてます。 で月曜日に読んだのが25読んでますよと、それを基準にして、えー、月曜日を基準にして考えていくと、火曜日はマイナス2ですよと、で水曜日はプラス1ですよと、で木曜日マイナス4で、金曜日が、やっぱ週末はサボっちゃうんね、で土曜日、どーん、こんな感じの人多いよね、土曜日やっちゃおうと。 まあいいや。で、これでやって、よ。六ページに六日間に読んだページの平均を求めてください。まず、差の平均を取ります。ゼロ足す、マイナス二足す。これを全部足していって、六か六日あるから六で割ってください。なので、マイナス二で、マイナス一で、マイナス五で、マイナス十一で、マイナス六割る6。すると、マイナス一ですね。なので、標準、えー、ごめん、標準というか、基準となっている十五 の平均的な差、えー、平均の差っていうのが、え差の平均っていうのがマイナス1だから、費用順より、基準よりマイナス1、実際ということで24を選んでください。いい字ですね。次2番。えー、x イコール3分の2のとき、x 分の3っていうのはどういう値になりますかと。x 分の3っていうのは逆ですね。 X 分の3っていうのはまず3割る、x、のことやったねと思い出してください。ね、で今 x っていうのが、えー、3分の2なんでしょで3分の2やからこれ掛け算にして2分の3んでしょ ?2 分の9割。ねということでごめん。あ。が答え。はい、次。えー、9たす6かける x 割る3。これ結構毎年のように出てるからできるようにしてください。 で、じゃ掛かけ算と割り算丸してよ。それで、これを全部省略するんだなって思ってください。そうすると9、9足すは何も変わらないでしょ。で、6かける x は 6x、割る3やから、下に行って、3分の 6x、ここで割ってはいけません。約分してください。9足す 2x になるよと。はい、次3番、計算してねと。計算大好きやね、みんなね。 計算では自転車乗るみたいなもんやからね。でもこれ間違いやすいとこ。ポイント。ここ。ね。このマイナスっていうのは何についてんのこれ全部についてるから。ね。ここ。じゃあ、まあ、引き算での足し算に変えると全部符号が変わるわけですよ。いいですかこういうふうにね。引き算を足し算に変えると中の符号全部変わります。で、ま、あこれちょっと展開します。これはこういうふうにかけていきますよね。6x-15。で、これ。で、こことこ計算して、 えー、マイナス X。こことここ計算して、マイナス19。はい。簡単ですね。これ何にしようね。四番ね。はい。ああ、これも毎回出てる。<laughs> えーっと、1個200円、120円のキャラメル A と8円のチョコレート b 個買った代金は1000円以下でした。もう今度はかけれないといけないけど、1 2 0円 <laughs> これチョコレートキャラメルの代金、チョコレートの代金が1000円以下。 イカ、イコールのイーやから、イカのイーはイコールのイえ言って言ったイカのイーはそうです。何言った <laughs> はい、4番ね。はい、次3番いきましょう。なったイカのいいはイーはイコールのイね。聞いてイカのイーはイコールのイイカのイーはイコールのイイカのイーはイコールのイそれを言いながら寝てくださいね。はい、夢に出してください。1番、方程式ときましょうと。 えっと、はい、これ解きましょう。はい。<laughs> X ついてるのまず左持っていってねと。イコールっていうのはすごい大事だからね。で、マイナス8こっち持っていって、プラス8になりましたよと。で、15になったよと。じゃあ、マイナス3で <laughs> こう、マイナス3がだけじゃ邪魔やからね。方程式っていうのは X イコールにしたいんだから。これマイナス3で割って、消えるでしょ。な、X なるね。こっちもマイナス3で割ってよ。5になるね。マイナスが残ってるから、マイナス5。 不合をいつも間違えるって間違えるって分かってるんだったら先にちゃんと注意する癖をつけてください。もうそれ以外言うことない。はい、次。1番から2番は何してんのっていうような問題です。1番は、マイナス24。で、1番は、こういうふうに分数になってる。分数のやつっていうのはどうするかっていうと、イコールやねんから、両方に同じ数字かけてもいいよねってことで、私やったら5をかけるかな。5かけてますか、この人も。120とかやっちゃってるやっちゃってんね。 はい、じゃあこれ何してんのかけてね。5をかけてるよね。言ったね。5をかけてるって。で、5をかけてるから、はい。ここ方程式のやり方のことを問う問題も出てます。年々、毎年のように出てます。しっかりとできるようにしてください。えー、その、もについて考えるようどうのこうのしてますよと、うん。で、四角、点線の位置の部分では、問題の中の数量、文字を。 えー、表した式を、えー、っとどうのこうのしてますで回答欄四角、えー、点線2の部分ではある事柄について調べてますその事柄についてだこれ1番はフェイク1番なん関係ないよこれ2番について何を言ってるかっていうのを聞いてます2番っていうのは何をしてんの ?2 番読んでみると兄が出発してから3分後までに兄と弟が進む道のり 600m は家から公園までの道のり 900m より 短いから公園に着くまでには兄は家に追いつくことができる。何言ってんのこれ。ね何言ってるわかるかなこれどういう問題かっつったら家から公園あって900メートルあってどうせ忘れたんやろもの忘れんねんすぐ弟はね。でお兄ちゃん追いかけんねん。俺よくある。で絶対自転車乗ってるからお兄ちゃんっていうのは。 でお兄ちゃん、自転車持って追いかけますよ。追いかけたときに、どこで追いついたかって言ったら、これ、方程式と言うと、600になって,てなってましたよと。600っていうのは合ってるかなと。問題に適してるかなと。方程式といたら、マイナス500とか出ましたよって、マイナス500どこですかってなるからね。マイナス500とかが出たらおかしいと。そういう風に考えてほしい。だから、問題の中に適してるかどうか。例えばね、長方形の長さでここ X とかして、X はマイナス2とかえ、どんな距離ですかって。長さっていうのは常にプラスやからね、マイナス2なんていう答えが出たら違うと。 わからないといけない。で、そうやって問題、文章題っていうのは、問題に適してるかどうかっていうのを最後チェックするんですよ。えじゃあ問題の答えとして良いかどうかを考えてるんですよ。分かったぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋りやがって思ったでしょそれが私の仕事ですからね。悲しいね。悲しい男の生き様。ちゃうかな、ちょっと。はい、4番。1関数じゃないもの。これよく言うね。関数って何かって言ったら、 X が1つ決まったら Y が1つ決まる。わかる関数っていうのはね、機械なんですよ。こういう関数、関数ね。関数っていうのは機械です。何か1つ入れたら、ここを X で Y やと思ったらいい。何か1つ入れたら Y がポコンと生まれるよと。例えば2っていうのを入れたらポコンと5生まれるよとか。それが決まってるものを関数って言います。で、関数でないものっていうのは2を入れても出てこないとかね。不良,不良品やね。そういうの関数と言わない。 1>, 1個入れたのに2つポコポコとか出てきたらそれも関数じゃないです。ちょっと難しいかな。こういう機械をイメージしてください。1つ決まったら絶対1個数字がボンと決まると。はい、じゃあ考えてみましょう。あ、まあ、X の、<laughs> 周りの長さが X で長方形の面積。こんなん分からへんでしょ。周りの長さ分かったところ、縦と横ってさ、なんぼか分からへんやんか。ね。1つには決まりません。なので、あーです。E、U、A、それぞれ見てみ。これ全部 X 決まったら Y 決まるようになってるから。 ね。はい。ちょっとこれは難しい。なんか、例えば、えー、大阪の気温と私の体重とかね。全く関係ないでしょわかる気温30度やったから俺20キロやとかありえへんからね。そういう関係ないものっていうのを選ばせるけど、これはちょっと考えないといけないかな。周りの長さっていうのを考えないといけない問題です。はい。2番。 水が150入ってて、水なくなるまで5リットルの割合で抜いていきますよと。で、タンクの中の水抜き始めたから X 間に,に抜いた水の量を Y としてるから、抜いた水の量はどうやって求めるかって言ったら、X 分5リットル、1、1分あたり5リットル抜いて、X をかけたらどんだけ抜いたかっていうのがわかるよね。うん。はい。で、この X の変域として正しいものは何でしょうか Y っていうのは0から150まであるよと。150リットル入ってるからね。じゃあ、X は何分までいけるかっていうと、最初の0分から何分いったらタンク空になるかっていうことを聞かれてるわけですよ。ね。なんで30分でしょ ?30 かけた百150になっちゃうから。なので、30までいってる E を選んでねいいですかはい、次が3番。Y が X に反比例して、反比例してるって言ってるから、Y は X 分の A ですね。 で、比例定数が5やと。ごめん。ここ5やと。なら、x の値と y の値、それに対応する y の、x の値と y の値について言ってることは合ってるかと。反比例っていうのはどうなってるかっていうと、これちょっと両辺に x かけてみてあげてください。するとね、x かけると、ここどんどんって消えて、ここに x かけるから、xy イコール5になる。 つまり、x と y っていうのは常に書けたら同じ数字、5になってるよ。はい、そんなこと書いてるのがどこにあるあるあるう、はい、う積は常に5。やね。めったでしょ。聞いてたはい、次、4番。比例、<laughs> y イコールマイナス 4x のグラフ上にあるやつありますかって。じゃあ、からいからよね。 えもう1番から入れていっていいわ。1入れたらここマイナス4になるでしょ。1で4入れたら4で、これ違うね。で、次、マイナス1入れたらになる、えー、4になるね。で、y はマイナス4って書いてあるから、これも違うね。で、う、2入れたらマイナス8になって、左もマイナス8になって、これ OK ね。だからうです。で、a やってみると、マイナス3入れたら12になって、8になって、これ全然違うね。はい。全然違います。次、 すご <laughs> いね、本当に。次、5番。5番、5番、5番。はい。y イコール 3x がありましたよと。その関数について、正しいものを2つ選びなさいね。2つ選んでね。はい、比例は、x の値を3倍すると、3倍すると3倍になる。それが比例でしょ。ね。ない。3倍になったら3倍になる。それが比例だからね。で、次。えー と右下がりと右上がりかな違うのが、うん。で、ここがプラスの時は右上がりです。で、マイナスの時は右下がりになってるよと。なので、これは E と A っていうのが答えになってます。次、2番。Y が X に比例する関係を正しく表したこと。まず、比例っていうのは原点00を通ってください。X が0のとき、Y が0じゃないとダメなので、e、えー、ごめん、ーか A です。 で、もう一個、比例っていうのは、2倍したら、y も2倍になる。で、見るとね、うもえも、1、これ裏返って恥ずかしい。1、2って言うと、こう下は2倍、2倍って合ってんのよ。ね。で、ここ、ここがちょっといつも違うから見といて、マイナス1倍したときに、ちゃんと下もマイナス1倍になってるかどうか見てください。うを見ると、1のときマイナス2分の1で、 マイナス1の時もマイナス2分の1だってね、これ違うね。マイナス1倍だったらここ2分の1にならなあかんから U は違う。で、A 見てみるとちゃんと2分の1になってると。で、A を選んでください。わかったまず原点通る。で、そこからマイナス1倍を見る。これ毎回そうやね。毎回マイナス1倍見せてきてるから、ここマイナス1倍チェックするんやって笑ってるわけですね。はい、マイナス X 分の3のグラフがある。正しいものを一つ選んでねと。はい。 簡単ね、これ。あのね、どうしようかな。まあ、覚えててもいいわ。ここの数字がプラスのときはこうやし、マイナスのときはこうなってんのよね。で、もう忘れたとしても、x に1入れてみてください。ね。x に1入れたら、マイナス3になるでしょ、y が。だから、下に点ができるはずなんよ。だから、絶対こっちのはずなんよね。わかる ?1 のときにマイナス3になってないとおかしいからね、これ。だから、こういうやつを選んでください。あと、 ここ、一生引っつかへんから、これ。一生、ゼロというこう近づいていくだけでくっつきません。だから、うを選んでね、と。うえで。はい。次。6番。学校1。方眼紙に書かれた四角形がありましたよと。で矢印の方向,に方向に5センチ移動させたら、どう、A はどこに行くかやで。A。 はい、ここから1,2,3,4,5を選んでください。で、あです。簡単すぎると思うんやけど。うん、はい、次。えー、2番。ABC、角の二等分線、コンパス定規でやってねと。A の角 A の二等分線ね。BAC のね。はい、二等分線どうするか。はい、コンパス置いてください。A にね。針刺す。ね、これ、キュッと。ここで、キュッと。こうします。キュッと。 で、ここに貼り置いて、9。ここに貼り置いて、9。ドーン。ね。終わり。線は消したらあかんって書いてるから消したらあかんで。言われて通りしなさいよ、ちゃんと。はい、次。<laughs> えっと、3番。ABC があって、どうのこうのしてますと。ここでどうのこうのしました。えー、っと、垂直二等分線を引いたよと。 で、事柄表してるものを、成り立つことを表して、と、成り立つことを選んでくださいと。Q、P。で、P と B は P、B としますよっていうことを言ってます。はい,い、次。A は BQ イコール、ここイコール CQ。それ言ってるでしょ問題でね。なので A こ、A が、R は一つ目。e CPQ。ここやね。 CPQ ってここやで、ね。ここと C、CAB。CAB、まあ。全然ちゃうでしょ。ね。こんなとことこんなとこ、これ一緒になるかどうかなんかわかりません。わかるやつだけなんでね。う。CP イコール CQ。わ、まあ、からへんよ、これもう。こんなこと全然わかれ。で A、A を答えになってもわかるけど、一応確認しましょう。え。BP イコール CP。そうやね。これお前も言ったことあると思うけど、 <laughs> 垂直二等分線っていうのは、二点からの距離が等しい点の集合なんよね。ここ全部一緒になってるよずーっと点一緒の、二点からの距離が一緒の点をずーっと集めていった、この直線垂直二等分線になるからね。うん。はい、次を。PB、う <coughs> PQC と PQ、恥ずかしい。PQB と PQC。一緒やね、これ垂直ってんだな,なので、あ、 AO を選んでください。ピタッとまったね。嬉しい、ね。はい、次やりましょう。7番。えー、っと、1から100までの自然数が1つずつ書かれてる100枚のカードがありました。で、えー、っと、箱に入れていくんかな。A から F までの6個の箱。6個の箱に1、2、3、4、5、6って入れて、次、7、8ってなっていくようでしょう。 こういう風に入れていきます。なくなるまで入れていきます。はい。1番、C の箱に、<laughs> の6枚目に入れたカード。まあ、こう考えてもいいけどな。これ何本増えてるかっていうと、6増えてる。6増えてる。これも6増えていってる。で、何番目みたいかっていうと、6枚目やね。ということは、 これ1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚。6ずっと足していってもいいけど。6ずっと足していったら9、えぇ、ー、15、21、27、33、はい、33。ってやってもいいけど、6増えていくって言ったら、まあ、A でいこうかな。まあまあいいや。まあ6足していったらいいですよ。はい。次2番。 100枚のカードのうち A の箱に N 枚目に入れたカードを書かれている数は A の箱ね。A の箱にこれはもう自分でも解けなあかんけど6ずつ増えてるから 6N ってまず書,けるわけえ書くわけ。その後に足したり引いたりして調整して N, N 番目の数字っていうのをえ N 番目の数字を N を使って表す。じゃあ N に 1>, 1入れてみると、ここが1にならんとあかんから、5引いたら、ちゃんと1になるの分かる ?n に1入れたときに。n6×1-5 で1になってると。で、最初で合わせといたらいいから、これで答えになってるはずですと。a の n 番目の,番目の数っていうのがこれで分かる。で、表せると、カードなくなるまでに100と書かれたカードは入っていますかはい、ここから書いていません。ね。で、理由。 でいていくと A の箱にこの N 番目に入れた入れたカードが N 番目で100だとするとと 6N 引く5イコール100とかけて えっと、n イコール、これちょっと自分で計算しなあかんけど、105で、n はの105で、3で約分できるかな。3、2が6、3、3が9の3、55。2分の35になる。となり、えー、なるが、 N は自然数なので A の箱には100と書かれたカードがは入らないと。 ここねここは大事ね。まあこれ入り方、矛盾を向き、引きみ、ね、出してるけど。はい、次が、ゆうこさんとさちこさんの話です。ゆうこさんとさちこさんは宿題集めに行きましたよ。図書館に行くことになりました。1600メートル離れてるとこに行きますよと。で、1時10分に家を出てます。い1時10分に家を出ました。 家じゃないな、ごめん。学校出ました。で、一人チャリで、一人がルッキー。やめんね。うん。じゃあ、問題です。どっちが幸子さんでしょうって感じだね。うん。幸子の方が早くチャリ乗ってるよね、確か。うん。で、あ、書いてるやん。最初、で出発してから5分間に、ゆう子さんの進んだ道のりは400で、 サチコさんは1000進んでるよ。もうグラフに書いてあるんだけどね。で、サチコ、ユウコって、まあ、書いといてください。あ、書いとこうか。こっちがサチコ。こっちがユウコ。ね。1600。で、今言ってんのは5分行ったときは、400で1000やったよと言ってる。うん。 はい。800メートル進んだのは出発して何分後でしょうか ?1 分、まあ、いいや。えー、誰や。サチコが800メートル進んだのは何分か。これ考えるときにね。5分で1000メートル進んでるんでしょほんじゃあ1分で何メートル進むか。5で割ったら200メートル進むっていうのわかるね。じゃあ800メートル進むためには ?4 分でしょう。 4分後になってるはずです。で、括弧2番。午後1時15分っていうことはここやで、ね。1時15分の時点では、道のり差は600でした。600やね、これ。差は1000-400で。うん、えー、なってたと。で、学校出発してから1時18分までの間、1時18分っていうのは何が起きてるかっていう、幸子さんが図書館に着いてる。着いたときね。 えー、それまでの間、進んだ道の量、y、出発してからの時間を、X、とすると、と、X、の関係はどうなるでしょうかっていうと、5分の時は分かってるんでしょう ?5 分の時600やって言ってるね。5分っていうのが、X、で、600なんでしょ、差は。じゃあ、A は5で割ったら求まりますね。はい、なので、A は120です。はい。 次3番。裕子さんと幸子さんが最も離れたときの道のりの差を求めてください。道のりの差、ここでしょ、おそらく。幸、ね、子さ,さん、着いたら止まるから、このあ差はどんどん縮まっていっちゃうからね。じゃあ、ここのときは、裕子さんはどんだけ進んでるか、8分後、裕子さんはって考えると、5分で400進んでるのよね、裕子は。 ということは、1分で80メートル進んでるわけ。じゃあ8分では、8×80 で、葉っぱ640、違う進んでるわけですよ。ねっていうか、これでやらんほうがいいよ、ごめん。x が8のとき、離れたときの道のりから、8の時の離れた道のり、これ使ったらいいね。y イコール 120x やから、 x 5今、8なんでしょ ?8×120 で8、826の960やった方が早いかな。今のでもできるけどね。ここを引いて。1600から先の引いてもできるけど。こっちの方が早い。申し訳ない。で、次4番。ゆうことさちこが図書館に着くまでかかった時間の差は、それぞれ図書館に着くまでにかかった時間を計算しなくても、グラフから判断できます。その方法を、グラフから時間の差っていうのを表してね、と、時間の差ってどこなのかっていうと、 横軸が時間やからね。じゃあグラフ時間の差ついた時間の差っていうのはどこ見たいのここでしょ。ねここがついた時間の差になってるはずやからはい書くよ。y の値が1600の x の差を読み取る。はい OK こんな感じです。差を読み取ったらいいです。 はい、ここね。ここを読み取ってねということを言ってあげたいいです。はい。次が9番ラスト、えー。サッカーボールを展開したみたいな図だよね。うん。えー、長さ 1.5cm の正五角形と正六角形、正五角形8個と、えー、正六角形8個で組み合わせてますよと。で、対象になってますよと。ちょっと軽く囲うか、俺、ないから期待なんだけどね。 こうなって、こうなって。で、こうな、もうめんどくさいなめっちゃめんどくさいわ。赤で描こう。頭を使わないとダですね。はい。ちょっと黒塗られてるやつ赤で描いてみましょう <laughs>。ね。こうなってて、こうなってて、汚えわ。で、 これからまた正六角形がくっついてるよとこんな感じかなうんでここも同じように正六角形が3つくっついてますよとねで2つずつここに張り付いてんのかなうんでこっちも同じようにこっちについてますむっちゃ汚い。 らける何がおもろいね。はい、ここ、こうね。汚えなあまあこんな感じになってるよと。で、正五角形 A っていうのがあります。これが A ね。なんで黒で書いたんでしょう。非常に見にくい。ここが A です。この A と同じ重なる図形はどこあるか。どこを見えるかっていうと、平行になってるやつ見よう。ここ。ここね。 ここが平行になってるやつを選んでねと。ここでしょこれでしょまず一つ目。これ。と、ここが平行になってるここ。ねこれ。と、それぐらいかなということで、これ2個です。1番は2個。で、正五角形、A、を L の L っていうのは、これですね。これと対称移動させたときぴったり重なる図形は これですね。えってれん。これです。はい、次、図1の中で点 P は正六角形の辺上にありますよと。ここにありますよと。で、中点ですと。で、これを時計回りに回転移動させると、ぐるるるるといくと、こいつになるよと。何度回転させたら A ええですか はい、聞かれております。じゃあ、これ回転させたらどこに行くかを考えてね。こいつは、ここの点はここに行くはずですよ。ね。これ何度なってると思う ?180 度移動してるでしょ、これね。はい、180度。終わり。100点ですね。4番何俺これあっとる。あっとる。カッコ3番が180度。ここら辺前のやつね。はい、180度。終わり。 簡単。100点取ってくださいね。以上。お疲れ様でした。